はい、どうも、はじまきよしろうです。ということでね、今ね、動画を見てるのにチャンネル登録してない人、まあいるかな、コメントしてない人いますよね。それ、道徳的にダメだと思います。まあ道徳的にって言ったらね、ガチの意味で道徳的になってしまうんだけど、倫理的にダメだよね。うん。まあなんつうんだろうな、なんで俺の動画見てるのにそのコメントしないかっていうさ、まあ熱量が足りないからコメントしてないとは思うんだけど、本当にコメントしなきゃダメだと思うんだよ。まあなんでかってやっぱコメントしたらね、コミュニケーションが取れない。楽しいんだよ。確かにね、その日常でもコミュニケーションが足りてるやつっていうのはさ、動画に見てコメントしたいとか思わないかもしれない。でもしなきゃダメなんだよ。まあ確かに人間で、ね、一日喋る文字数っていうのは決まってるらしいんだね。まあ女の方が多いらしい。うん。女の方が多いらしい。女子の方かな、女子かな、訂正したり。まあ多いらしいんだけどさ、うん。その、男も喋っていこうって話で、その、まあね、あまりその、一日で喋る文字数、あんま、足りてないなって人がツイッターとかでいろいろね、なんか生きってつぶやくんですよ。生きってとかじゃなくて、まあ、つぶやくんですわ。文字でね、表そうとするんですけど、それをね、僕のチャンネルのコメント欄でやってほしいなと。今、チャンネルのフリートークってやつもね、2個できたんで、そこでね、適当に今日の日記、朝ごはんは何を食べた、昼ごはんは何を食べたって、明日は動物園に行く予定だみたいなこと、そんな日記でも書いてほしいの。本当に。書いてほしいの。なんで書いてほしいかって、寂しいから。ね、本当に寂しいんだよ俺は。だからもうみんなどんどんコメント書いていってほしいんだよね。うん、本当になんでみんなコメント書かないのって。なんでその狂気にならないんだよ、狂わないんだよって話なんだよ。そのね、好きに好きでもないけど、こいつのコメント欄は何書いてあっていいんだと。まあ殺害予告とか、その犯行予告とかね、その犯罪まがいの文面っていうのは気をつけていただきたい。まあそういうルールもこれからね、めんどくさいけど作っていくんかなとは思ってるんですけど、やっぱりね、人を中傷するのとかはダメです。でも日記は OK。全然日記 OK だし、買い物リストとかもね、いいです。でもしみんなに見られたくないなって思ったら、その暗号文にしてもいいんだな。いいんだな。うん。で、まあね、本当に。もっとね、やってほしいんだ。熱量。もう。燃え盛る大変であってほしいんだよ。みんな一つ一つね。戦じゃないけど。戦じゃないけど、思いつかない。やめよう、こういうキモいキャラはね。まあ、キモいキャラって言っても、その、キャラはやめるけど、声はね、キモくしていこうとは思いますけど、まあ、キモいキャラとキモい声でね、もう最悪のキモキモができてしまったわけですけど、まあ、やっぱり声はキモくしていこうと、なんでかっていうとね、みんなもう釣り針みたいな、釣り針のこの、まあ、その、なんだ、あれだ、A の毒針の返しみたいなもんだ。もうね、そのキャラとか声を変にすることによって、こうやってもうみんながさ、うわ、抜けないよ、あ、抜けない、刺さってない、抜けないみたいな感じで。で、俺の面白という名の毒。だから僕は YouTube 界の A でございます。エンペラー A でございます。はい。変な声という返し、そして面白という毒でね、皆さんを僕の面白で犯していきたいと。はい、はい、はい、はい。ふい。まあね、本当にやっていこうと思いますよ。だからもうみんなどんどんコメントしてほしいんだよね。まあ、全部の動画にもやっていいよ。もう、俺もね、たまになんか、この設定のことを忘れて、お前なんで動画に関係ないことコメントしてんだよとか言っちゃうかもしれないけど、その時はごめん。でもそれで俺責めないで。うん。俺悲しくなっちゃうからです。いや、責めないでよってなっちゃうから、まあ、そのチャンネルのやつね、最初のやつ。フリートークのやつ、もうみんなバシバシ動画でコメントしてって。まあ、俺はコメントしてってないんだけど、まあね、本当よろしくお願いしますよ。みんながコメントしてくれれば賑やかになってもう楽しいから。まあ、掲示板みたいなもんだよね。うん。本当にそういうなんか極秘情報とか載せちゃってもいいもん。うん。いや、それはダメだな。なんかそのどうでもいい極秘情報っていうか、その、もしかしたら俺になんか損になっちゃうかもしれないっていう極秘情報はやめてね。なんかもうめちゃくちゃななんか言語とかね、マジ言語とか、次の言語とか入れてきて、なんか俺になんか責任、ま、マジ言語は教えてくれたら嬉しいし、マジ言語があったとしても多分、まあええわ。まあ俺は何しよっかなって話で、まあ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 、みんなね、僕の動画にコメントしてくれりゃいいわけよ。うん、コメントして、チャンネル登録してさ、もうほんとそれよろしくよ。うん、チャンネル登録したぜと。ねえ。ほんとにいいんだよ。狂っていいんだ。みんな狂ってくれ。俺が狂ってんだからよ。みんな狂わなきゃ、何になるってんだ。なあ、一般人だよな。そうだったね。みんな一般人だった。ああ。普
通に狂ってる私生活にね影響が出ちまうもんね。俺はニートだからよ、あの閉ざされたニートだ。ああ、まあ引きこもりだな。うん、引きこもりのニートだ。ああ、この顔でデブ、気も臭い、だが面白い。うん、でもね、臭いとかそういうのはあれだよ、みんな伝わんないでしょ。まあ、伝わるとか臭そうかもしれないとか言ってくるやつマジぶっ殺すからな。うん、まあ、臭そうとかいうやつは本当にもうバンスク、バンスクっていう擬音の攻撃するからね。めちゃくちゃ最大級の痛みが与えれる攻撃するからね。もうこうだぞ、こうももうなんかアンバランスなスターウォーズの戦艦みたいな感じゲーンってやるからね。うん、本当にそこんとこよろしく。だから本当にみんなどんどんコメントをしてほしいわけよ。しなきゃダメ、もうコメントしないさね、ダメなんだよ。うん、でも俺もね他の人の動画見たから、いやでも他の人はさあれじゃん、水溜りボンドとかみんなコメントしてるから俺なんかしなくていいじゃんっていう考え方なんだけどさ、僕のコメントがね、みんな本当に100件以下の時は皆さんコメントしてください。しなきゃ義務です、これは責務です。はい、債務です。はい、政務です。ふい、うん、みんなまあ権利と義務だな。コメントをする権利と義務があるんですよ。はい、しなきゃいけないんです。あれしゃっせー、本当にね、もう僕の動画ねでつまらないコメントしたら俺めちゃくちゃ怒りますけど、うん、それもね一つの、まあ、エンターテインメントとしてコメディとして笑ってやってください。はい、ということでね、やっぱりその変な喋り方すると喋りやすいけど時間の進み方が遅いよね。うん、結構いつもだったらなんかあれ20分くらい喋ってるかなと思ったらまだ7分しか喋ってないんだ。やっぱキャラっぽい変な声でやるとなんか喋りづらいんだけど楽しいな。うん、変な声でやるって楽しい。うん、浅くてもいいんだよ。うん、いや変の浅さがな、すごい浅い、チャプチャプだよ、チャプチャプ浅瀬じゃんってね、思ってる方もいると思うけど、ええんやで、ええんで、あやべ。ということでね、皆さんぜひぜひどしどしコメントしてください。コメントしないのは罪です、ギルティーでございます。それはね、下手したらコメントしないことは犯罪にとらわれます。俺のこの国はじまキングダムでは、はじま京四郎キングダムファミリーでは罪になります、コメントしないことは。やっぱりコメントしなきゃいけないんですよね。だからコメント、どんなコメントでもいいんですけど、あとかはやめてね。うん、であとうんこの話とか、うんちうんちって連呼するのは今日は快便でしたとか、快便の話はやめて。うんね、今日は早便しましたみたいな、うん、そういうのとかね。うん、あと今日電車で気違いを見ましたとか、そういう報告でもいいんですよ。それを一つ一つ箇条書きにする、一つ一つコメントするもいいし、一つのコメントとしてギュッとね、まあ、セットで一個のコメントに10の内容を詰めるでもよし、1の内容を10個コメントするでもよし。うん、よろしくお願いします。はい本当にね、みんながやらないと俺が寂しいんだよ。やっぱり YouTube やる意義って、まあ、動画コメント、まあ、動画上げることじゃん。で動画やって楽しいことする、で動画のタイトルつけるのも楽しいじゃん。それちょっとよくない。でもやっぱみんなの反応を見るのがね楽しいわけよ。うん、反応ゼロだったらさ、ゼロだったらもうって話になるわけよ。だからもうみんなどんどんコメントしちゃってちょうだい。もうクソみたいなコメントでいい。でも誹謗中傷やめてね。誹謗中傷してきたらあーって返しますんで、本当にそういうことでよろしくお願いしますよ。はいはい、ということでまああれ今日もね口が臭い、はじま京四郎でした。 I'm sorry.